皆さん、こんにちは。僕は天才バカボンのはじめだよ。皆さんは、インターネットのフリマサイトって使ったことある？今回は、フリマサイトで売られていた ISDN はじめちゃんグッズにツッコミを入れてみた動画だよ。まずはご本人が声の出演をされた ISDN はじめちゃんの CM を見てね。インターネットしたいな。じゃあランチ食べて。ママが電話してるとインターネットができないのだ。電話したいな。電話させてよ。パパがインターネットしてると電話がかけられないのだ。 ISDN にしたらいいんだよ。 ISDN なら1回線で2回線分電話とインターネットが同時にできるよ。もしもし、 ISDN はじめちゃん。西日本。25年前は電話とインターネットが同時にできるっていうだけですごく画期的なことだったんだよ。そしてその時に作られた反則グッズをフリマサイトで見つけたの。それがこれだよ。ツッコミポイント分かった？ここがね、本当は肌色なのに髪の毛の色になってるの。ちゃんと塗られているやつは後から出た分なのかな。色の指定が間違ったままグッズが作られて配られるなんて珍しいよね。こんな単純な顔なのに。というわけで、僕の昔のグッズにツッ